はい、こちらタミヤブース TRF421 のコーナーにやってまいりました。Z です。あ、Z ね。あ、 Z、はい、あ、Z のコーナーだ。もちろん Z の説明。はい、じゃあまず Z 行きましょうか。はい、GT 良かったですよ、これ ね、 ワンツーね。はい、というわけで、タミヤの河野さんと後藤壮太さんです。よろしくお願いします。じゃあマジどっちからいきます？もう終わったよ、 Z の説明は。あ、 Z の話終わったね。いい、はい、すごくいいボディ。はい、じゃあこれ、はい、はい、TRF421 国内お披露目は初めてって感じですかね。かな、ね、ライブでちょっとやったとか。あ、そうですね、そういうのはあるけど、お客さんの前で出すのは初めて、ね、あ、はい、のはず。というわけでいろいろ見てるから分かんなくなっちゃう。まあ、ざっくり言うとハイエンドツーリングの最新マシンが、はい、そうですね、出ましたというところで、はい、フラッグシップモデルってやつですか。はい、なんかタミヤ史上最強に青い感じだね。そうかな、まあまあそうか。どうですか、ナックルとかがやっぱり青いんで。そうだね、すごい青要素がすごい強く見えますね。だよね。はい、というわけでじゃあ河野さん、これどんな車ですか。まずお値段。お値段これ高いは高いんだけど、俺意外に安いなとか思っちゃった。うん、材料代がね、どうしても、はい、12万くらいになると思ってました。あ、まあでもぶっちゃけそれぐらいでもいいかなとは思います。あ、まあいろいろね、材料費とか為替とかもろもろ社会情勢的にこの値段はしょうがないと。なんでこうなっちゃうのっていう感じはしますけど、まあしょうがないいいよねっていう。はい、じゃあ河野さん何から説明に行きましょう。全部変わってるんですね。ほとんど、まあ、とりあえず今映ってるところあるじゃないですか。はい、それも全部違う。はい、あ、はい、あ、こんだけ違うんだ。うん、まあまあ、それ以外もあるけど、ほぼもう別物です。はい、で共通部品とかはもうこのバンパーとかね、はい、そういうのは共通ですけど、それ以外はもうほとんど新規になっちゃいました。あ、はい、まあ、それぐらいちょっとその変えなきゃこの車にならないといいレベルのものだったので、はい、どうしようも全部変わってるとなると何から説明しましょうって感じだな。そうそうそうなんですよ、すごい、会場にいろんな方が来られて、はい、何が違うんですかって質問をもらうんですけど、はい、いや全部全部ほぼ全部すって言うしかないんですけど、あ、まあ、あの一個一個かいつまんでいくと、はい、まあ、まずベルトが、はい、まあ、流行りの包丁ベルトに、あ、はい、もう戻りましたよ、はい、これは僕らからすると TA05 に戻ったという。そう、あの新しく感じる人もいれば、いや、なんだ戻ったじゃんっていう人も、はい、ただこれもう流行りなんで。そうですね、うん、もうそうしとくしかないっていう、はい、これは前後ろ同じベルトを使うって感じなんですね。はい、まあ、はい、もうスパーが真ん中にあってモーターがここにあるという、そうそうですね、もう今のトレンドのね。はい、でまあ、あとはサスペンションですかが大きく違う、はい、うん、で、まあ、まあ、見ての通りですけど、はい、アイアームから A アーム方式になったよと、はい、上下 A アームになりましたよって感じですね。でロングアームにしなきゃいけないんで、はい、ボールピボット式に変わっちゃいました、はい、なのでサスマウントというものはもうつかない。あ、そういうことですね、はい、シャーシーから玉が生えてそこにピチッとはまる感じなんです、ね、うん、ちょっと見えにくいんだけどね、はい、うん、でアッパーアームもこういう A アーム形状になりましたよ、はい、結構剛性感あるっすよね。お、まあまあ硬いっすね、うん、結構硬いっす、はいはいはい、正直作ってみてびっくりしたんですけど、うん、もうちょっと柔らかくできるかなと思ったけど、まあまあ、意外と硬かったな。はいはい、そっか、ロアームは樹脂なんでね。ロアームは樹脂っす、はい、まあ、でもまあ構造上剛性は出ちゃうよって。出ちゃうですね、これね、うん、だからまあカーボンの足とかアルミの足とかになんでしなかったのって言われるんですけど、いや、シンプルに高くないですかっていう。あ、うん、1本何千円もするわ、はいはい、あ、ささめて交換したきじゃないですか。あ、そうですね、壊れるし、そもそもそうですね、どの道ロアーム樹脂なんで比較的安く交換できるってことね。安いですよ、はい、でそのメンテナンスを絶対しなきゃいけない部品なんで、はい、サスペンションなんで行った時のコスト維持考えたら、まあ樹脂でしょう、ね、まあちょっとね、あのカーボン系のサスアームは高いからね、なんかそう走らせるのがもったいなく感じたら、もうハイエンドカーとしておしまいだな。そうですね、へえ、だからバンバン交換できますよっていう。あ、そういうことね、まあ、ここはあの足回りは、まあ、タミヤさんならではの樹脂サスアームで。そうですね、ちゃんと大変だった。ああ、そういうことね、うん、何残念でしたねこれ。あ、
あとなんだろうな、あのベルトの配置が変わったって感じ。ベルトはまあ、うん、まああるっちゃあるけど、あでスパーがスポット変えれるよって感じ、ね、そうそうですね。これがね、まあ、あのあこれね、はいはいはい、くるっと電池をここに刺すとネジ1本で変えれるよって感じで、うん、あ俺これなんかドイツで河野さんがこうやってやってるの見ました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 。マニアですね。あ英語喋れるんだと思って、ねえ、大変だよね。はい、で、まあ、これのせいもあってあのベルトがこうつながってるんで、うん、オフセットが変わってデフケースも変わってるよって感じ。そうそうそ う, そう、ね、だから最初にやりたかったのはここのセンター周りをこうしたかった、はいはい、じゃあそうするんだイコールもう距離変えないと無理ですよ。420とはレイアウトが変わるから。そうなんですよ。ってことはデフの振りも新設計になるよということで、どんどん新設計が増えてくる、増えていって、あの非常に大変だった。あとはあれですかね、ダンパーが、ダンパーはね、そう短くなったで、まあ、ここすごく説明されてないんですけど、はい、ダンパーエンドがフロントとリアで違うんですよ。おお、そうなんだ。 0.5 ミリ長さが違うんですよ、うん、でフロントの方がちょっと短いんですけど、もうなんかいろいろやった結果、もう理屈抜きにこれがいいと。あで、まあ、そこを使いつつ、まずやっぱショートダンパーにしないと流行りじゃないよねってことですね。なるほどね。まあ、だいぶ SSBB でもまあまあ短いと思ったんですけど、またさらに短いですね。だいぶ短くなったしね。 5.5mm かな、短くして。なんでそのダイヤグラムとかは、はい、まあ、正直 SSBB って組みにくいとかいろいろ意見いただいてたんですけど、はい、まあ、それも反省し、なるべくその組みやすいようにダイヤフラムをシリン、これ開けられないですけど、あのシリンダーの中に落とし込んで、ただ青いキャップを回すだけ。あ、まあ、はいはいはい、あのシリンダーの内側がちょっと掘れてるって感じで、はいはいはい、そうもしないと多分短いってできないんですよね。あ、はいはいはい、あのツーリングカーの その欲しいストロークって車高が5ミリとかだから決まってるんですよね、はいはい、でボトム側 の その当たる位置とかも考えて、でリバウンドも考えると、はい、トータル8ミリぐらい最低欲しいんですね。でそこから上の余剰を削るしかないじゃないですか。そうですね。いやなかなか最近ここまで短くなると結構セッティングもシビアっぽいですね、はい、まあ、結構モーションダイレクトですね、車としてはそういうことね、うん、バネは一緒なんですよ。一緒です。バネは変わってないんだ。ただあの他社さん の、はい、そのすっごい短いバネとかあるじゃないですか、はいはい、あれも一応作るようには考えてる。ああそういうことね。ただうちのその市場を考えたらそんな短いのいらないんで、まあ逆にタミグラ会場で走ることも考えると大変ですよ、ね、あんまり短くしてもねって感じでね。公道で F1 走るみたいなもん。そうですね。跳ねて走れんですってなるじゃん。はい、あと個人的に疑問で、あのこれアクセルも新規なんですか。新規、ここのベーニングとベーニングの、はい、距離っていうのは、はい、今もともと 1.5 ミリだったんですけど、はい、1ミリにして、まあ、0.5 ミリちょっと短縮したんですよ。その関係でこの、ピン入れる位置からこの壁の位置が変わっちゃったので。そういうことね、はい、これベアリングは、どっちも4ミリやつの4ミリやつ1050。あ、はい、そういうことね。あ、そうか、てっきり僕薄いのとか使ったりとかと思ったらそうでもなくて。薄いのはね持たないんですよ。そういうこと、ね、ベアリングが。はいはい、じゃあまた 0.5 ミリで新規パーツ、まあ、やっちゃった、やっちゃってますね。やっちゃった、すっげえ怒られた、はい、若干 0.5 ミリだけ短くて、うん、まあ、ベアリングとベアリングが詰まってるって意味で。そうそうそう、はい、だから軸の保持がどうなのってあるんですけど、まあ、でもベアリングの精度がうちはちょっと自信あるんで。そうね、そこは全然できるんですよ、はい、あの他の B 車とか B 車みたいにスリーブ状にしなくても別に全然大丈夫なんで。そういうことね。いや5ミリアクセルでいけるよということなんだね。あ、まあ、じゃあ421専用だ、このアクセルは。専用ですね。ね、まあ、この先ね、ここら辺使ってね、いろいろ展開しようって考えてるから。そういうことね、このナックルがね。うん、はい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 。あの、まあ、ここら辺は今のところ専用だけど、そのうち汎用になるようには考えてる。了解です。これデフはケースは違うけど、中身は変わってない。中身全部一緒。あ、一緒なんだ。アウトドライブ系も全部一緒です。そうなんだ。ああ、そうか。あのベルトのセットだけが変わったってことね。これだけピッてずらしてもらった。まあでもそういう意味ではこれも4インチ専用だってことね。専用。はい。で、あとはアッパーデッキが2種類なんでしたっけ。そう、ワンピースと分割式と。はい。これはね、あれなんですよ。
ろいろね、吸ったもの出しましたね。あ、僕ナチュラル派なんでこっちなんですよ。はい、つながってる。つながってる、自然なんですけど、どうやら Z 世代は分割式の方がいいらしい。あ、 Z 世代？あ、ここにいた。Z 世代は分割がおすすめです。絶対分割でしょうって言ったら。あ、そうか、まあ、河野さんも気がついたらそこそこ、もうええ年よ。まあまあ、おじさんだからね。もう、もう体力ギリギリだから。 Z 世代の意見でこっちもいると。そうですね、で一体型より分割式の方がより攻撃的に曲がるの。曲がります。ただそんなにいらないじゃないですか、俺らはね。俺らは俺は、ね、話を求めたいじゃん。はい、そうか、やっぱり Z 世代的にはこんなちょっとぬるいのはそういらないと、まあ、ちょっと難しいんですけど、そこで、まあ、車に任せてゆっくり走った方が速く走れるかな。それじゃ勝てないと。はい、すごい矛盾でしょ。ゆっくり走らせて速く走る。いや、そうですね。あやふやなことだいぶ言ってますね。この辺がジェネレーションギャップだな。Z 世代、さすが。ゆっくり速く走る。ゆっくり速くだもんね。あの昔の職人のさ、ゆっくり速く仕事しろみたいな。かっこいい。俺もそんなこと言ってみて。怖いよね。そうか。じゃあそういうことで、はい、今回はアッパーデッキが2種類入って、まあ、これはお好みでって感じですね。うん、そうですね。まあ、おすすめはとりあえず分割じゃなくこのワンピースでやってもらって、ただコースが例えばすごい小さいコースだったりタイトタンが多いんだったら分割でも走れると思う。あ、はい、あのそれこそタイでやった時は僕はやっぱコース大きいんで、はい、あの綺麗にこうスーッてつなげたいんだったらもうワンピースがいいよねって言ったけど、 Z 世代そこ攻めに行くんで、あ、そういうことね、分割すってあのずっとこいつとは分かり合えないなそこで妥協案として両方つけようだった。じゃあもう両方しかないよね。本当はね、コストダウンするのに本当はどうしかしなきゃいけないんですけど。そうですよね。まあでもそういうほらいろいろレンジやるじゃないですか、はい、こういう商品で。そういうことね。せっかくだから入れちゃうしかないかな。で今回はカーボンシャーシー仕様なんですね、はい、アルミはね賛否両論あったんで、はい、あの欲しい人もいるんでしょうけど、うん、まずはカーボン。あー、じゃあまあリクエスト次第でおいおいアルミも出るかもね。本当にリクエストいっぱい欲しいですね。あ、そういうことね。作るために。そういうことね。いやほら、うちの地元のホットラップさんなんかはやっぱりアルミだっていう話になるんで。まあでもホットラップでもめっちゃ口も入ってんだよこれ。あ、ね、そう、君ら何に使うんだっていう感じなんだけど、面白いんですよ、ね、やっぱねちょっと 青さにやられてる感がある。あ、うん、最初ねこのねあのアーマンじゃんね、はい、これさ最初俺青と黒でさあサンプル作ったんですよ、はい、で俺もどうしても青で行きたいんですよ。はい、最終的に強行突破ですよね、はい、だけど、いや、なんでここ黒くしないんですかとかってさ、やっぱさ、意外と意見あるんですよ。あ、だけど、ここ黒いの見ると、なんか違うなんかみんなあると思うんですね。やっぱ、タミヤ愛が足んないやつは大体あの、なんか黒にしたがるやつ。僕は青がかっこいいと思います。あ、そう、青々しいのはやっぱり、もともとタミヤ教なんで。ああ、そう、そうだね。惹かれますね。はい、まあ、でもやっぱ、俺的には、ちょっとこれのせいで、やっぱ、だいぶ、強いよ。タミヤ度が増したというかね。そうそう、なんかね中途半端になっちゃうんですよね。あ、いや、ここまでブルーに攻められると、まあ、値段もしょうがないかって感じになる。そうだけどなんか黒いとさ課金感がないじゃないですか。ああ、まあ、その辺は多分あの好みだからね。そうだねでもね問題は一つあって、はい、青いスペーサーと青いアームだからさ何ミリ入ってるか分かんない。ああ、そっか、あのこれ何ミリ入ってるのかパッと分かんない。このワンプステア調整しようとしても何ミリだっけってなる。何ミリだっけってなるんですよ。前後違うわ。あ、これ俺らほらまだ老眼入ってね。ギリギリ大丈夫。大丈夫。でも目視力いいから俺そのうちすぐ来るよって言われてる。あ、俺らおじさんだともうどっちがどっちか分かんないからね。まあ蒼太くんも20年後分かるよ。へえ、そっか。まあまあでもいろいろ裏話、いろいろね。まあでもやっぱあのこれだけ青いともうあのタミヤ信者としては、あ、信者言っちゃった、タミヤ信者の人はね、もう心置きなくお布施を払ってくださいという感じで。お布施だ。表現が悪い。表現が悪い。まあまああの多分ねタミヤフリークの方々はこれもう俺にお金払わせろと思ってるはずなんで、早よこせと。7月だから。7月ね。はい。というわけでじゃあこのタミヤ最新ハイエンドマシン TRF421 は7月発売でお値段
税込み108,000900円ね。ということで、いやこれちょっと楽しみですね。あ、じゃあとは、来週 TM サーキットでスピードキングツアーってレースがあるんですが、なんかエントリー見たら連勤だね。連勤です。来週、え、来週、来週河野さんも後藤さんもエントリー。 あれ今喋るとこれ動画使えなくなっちゃうけど大丈夫？使うよこのまま。大丈夫？使うよ。あ、そう、今流れで本当に使えなくなる。スピーキングのエントリーが、あ、本当にスピーキングの話すると今使えなくなるけど大丈夫？そうなの？一応まあじゃ あ、まあ来週スピーキングにお二人出場ということで、じゃあ国内デビュー戦ですね。そうですね。まあ、後藤さんもプレッシャーかかると思いますけど、ちょっとプレッシャーかかるんですけど、ですね、頑張ります。そうか、TM あまり行ってないもんね、和歌山ね。去年の TM から行ってないんで、あそういうことね。はい、じゃあ、まあ、河野さんも一応選手として出る予定？一応っていらないです。あ、一応、ガチで出る予定ね。全然、そんなガチじゃない、ガチじゃない。ああ、そう。もうだって、どうしよう、いつ、ほら、連勤じゃないですか、サブログ協定的に。ああ。いつ休み取らなきゃいけないから。そういうことね。大変です。はい、まあまあ今のところ僕も TM 行く予定なので、じゃあ美味しいお弁当食べましょう、一緒でね、あのみんなでお弁当食べましょう。じゃあちょっとまたあの TM でもね、あのレースに向けての話とか聞くと思いますんで、あ、はい、カツカツじゃなかったら、そうですね、お弁当食べながら、お弁当食べながら、お弁当食べてる時に行きますから。わかりました。はい、じゃあ食べれる結果を、結果次第だな、はい、結果大事だから、結果ちょっと頼むよ、勝つってないでよ、結果主義で頑張ります。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はタミヤのお二人にね、どうも、新製品の TRF421 の説明してもらいました。だいぶ脱線した気がするけどね。どういう脱線？まあ僕はこういう好きなんで。はい、というわけでじゃあ皆さん発売を楽しみにしてください。はい、ありがとうございました。はい。